かね。ね、ね、ね。いて、うん、大惨事って、コロコロコロ。さあ、次はですね、指導が敗れたか、大健闘したんだがな。ほんまや、ドリアムからしたらちょっとね、予想外の大健闘を見せたんじゃないかな、指導は。まあ、さすが白目序盤2強だけあんな。というわけで、序盤2強ということで、もう1強が、今から来ますよ。序盤2強、その2つ目。グレートドラキーのチャレンジの時に、こいつに何回泣かされてきたか、わかりません。そして、生半可なチームでは、白目を超えることは、難しいとされている、この大魔王。そうです。ゾーマ様です。ねえ、チビ、もうね、白目でチビ7000っていうのもだいぶおかしな数値なんだよね。おぉゾーマは打撃に弱いということで、つまり、打点はこちらが取れるかもしれません。はい。まあ、とりあえずですね、まあ、毎回恒例。もう今のところ、竜王にも負け、指導にも負け。でも、ワンチャンどっかであるかもしんないですよね。ちょっとかけてみたい。鬼コンボを最強伝説というね、その名目を背負って、いざ、大魔王に、下級悪魔が挑む。なんたって、ゾーマの魅力は、賢さ450だったかな、実質数値。賢さ、カード上700ぐらいあるんだけど、450から飛んでくる超威力のメラゾーマがあるんですね。マジックバリアがあるとかなりね、戦いが安定してくるんですけども、さあ、ゾーマの行動にはね、メラゾーマとサイコキャノンの択があるんです。お、いいね！サイコキャノンの方がいい。メラゾーマやとね、どっかの勇者みたいに吹き飛んじゃうんで、サイコキャノンでね、まあ、まひらなければ全然問題ないと思います。早いんだよな、お前な。早いんだよな。マジで早い。早すぎるの。ね、早すぎ。ねえ、お前、指導の時も同じことしなかった？なんか、あれ指導の時も同じ目にあったの、お前覚えてないの？あ、貯める、いいよ、今、オッケーオッケーオッケー。で、SP ね、次、貯めた後の一撃やばいから、丸いのはルビスの守り。ルビスの守りの方がいいんじゃない？サイコキャノンの択？いや、サイコキャノンの択を考えるとさ、ここは自己スパーク食らって鬼コンボが飛んでいく目に、ね、未来しか見えないんで、どっち引いても大丈夫な方にしよう。どっち引いてもね、ルビスなら大丈夫だと思います。貯めるかマヘドの択をよくね、ここで回避したらと思います。さあ、ツーコン！まだ悪い！こっから会心ポンポンポン出して勇気たまる。その可能性もなきにしもあらず。打点は問題ないですね。うん。ただ耐久に難がある。サイコキャノンは暗黒技なんで、よく折り攻防を経験したと思います。ただ、シドの時にも経験したんですけど、一旦は動けないっていうのはデメリットが激しすぎるんですよね。あ、ちょっと待って、来たよ。ルビス、ルビス、ルビス入ってるから大丈夫。さすがに大丈夫。うおぉまあ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 、まだまだルビスで718ってどういう、ルビスで718ってことはなんだ？つまり1600ぐらいになってたの？お前。あ、やばい！え、やば！あ、やばい。あ、やばいこれ。これ、指導と同じ負け方してないお前。あれ、なんか、指導と同じ負け方をしている。あれ？指導と同じ負け方になっちゃうから、まだあるぜ。まだあるぜ。指導と同じ負け方なんですよ、これ。凍てつく波動をされつつ、かつ、一回一旦止まってしまうっていう、ダメだ。ダメだーおっと相手の攻撃えうお遊びは終わりだと。今ばかり。待って今、ダメだな、な、わあ無理だしゃあ何や、1400って。お、どうなってんねや、このゲームは、お。俺もどうなってんねん、わ。勇者の行進、その2。王者の剣を持ちました。せっかく相手がゾーマなんでね、ちょっと王者の剣という、ちょっとオシャンティーなものを。あ、ですね、ちょっと、ごめん。白目のうちでは、俺絶対使いたくない武器があって、白目のうちはちょっと甘かけたくないんですよ。
さすがにメンツ勇者の相性もあるし、白目口はちょっとあんまかけたくない。勇者の強みは若干金繰り捨てた感がございますが、勇者の更新レベル40、アークデーモンとコングヘッドで参ります。まあこれに関して言うことすれば、大キルチのね運ゲーが発生しないっていうことはまあ唯一の利点ですよね。ただ SP が使えないんで、さっきみたいにルビスの守りでどっち来ても大丈夫だよってことはない。裏を返せばサイコキャノンあったじゃないですか。サイコキャノンの被害は少ないですね。さあサイコキャノンで来てほしいところ。おっと相手の攻撃、うわやばいんだよなそれ。さっき引かなかったけど、これさあメラゾーマは今月経験し、ガードガード三日神、うおー三日神が、三日神は三日神は三日神の盾とは今日の、今日、ちょっと待って、おーもうでここでね、スパッと返していく三日神は三日神息してねえんだけど全く息してないね。頼む、ガードしてくれ、お願い。でもコングヘッドはやっぱ悪くないな。コングヘッドは悪くなかった。正直メラゾーマのここまで経験してくれるのは大丈夫だ。うん。いやーちょっとせっかく三日神持ってきたし、忍びの服が息しないのちょっと辛いなー。わーやる気に満ち溢れております。向こうもね、おー、オッケー。ここね、2ターン目に今のところ引いたんですけど、マヒャドの卓があるんですね。マヒャド引いたら死んでましたね、多分。はい。マヒャド引いたら死んでる。うん。よし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 。で、3ターン目、つばぜで仕掛けましょう。何がいいかって、実質ルビスみたいなもんなんですよね。まあ、つばぜでさえ勝っちゃえば、相手の動き一旦止めれるんで、実質ルビスより上ですよ。負けたら全てが終わりです。うわ、初めての、今日は、久しぶりやん。もう毎回一週間ぶりのワカなんだよな。はい、OK!なんで、ちょっと待って、意味がわかんない。あれおかしいな、ゾーマってそんな強かったっけな、ゾーマで。あれ俺結構最善としたよね、あれ負けたら終わりと言って、これ、ツバゼさん。こうなるとですね、負けたら全てが終わりってさっき言いましたよね。もうこれはもう無理ですよ。おかしいな、あれあれゲージいいよね。ゾーマつばぜり弱いよね。おかしいな。ああ、やばい、もう、おっぱい。つばぜり頑張ったもん。でも、ダメだったわ。なんか今日、なんか今日、お前白目たち、なんか強くない？いつも勝ってんだけどな。まあ、幸いなのは、実質 SP がなかったわけですよ。まあ、鬼コンボという SP はありますけれど、実質 SP がない状態だとしても、まあ、勝てる兆しは見えましたよね。はい。まあ、一番僕が納得できない、納得できない負け方なんですけど、つばぜり合い勝ったらこれ勝ってたじゃんって負け方、僕ね、一番ね、悲しくなる。ほんま。王者の剣技 !400 出るんだ、ちゃんと。まあ、打撃弱点とはいえ、ここまで出るか。うおー最高キャノンで来てくれよ。それさっきのオリコンボみたいにさ、最高キャノンでいいじゃん。メラゾ、三日神がありますよ。三日神の盾というものを忘れでは。おかしいなぁ。さっきのマヒャドといい、これといい。そうなんだよ。さっきの、ねえ、ことといい。全く待って。三日神の盾が息してくれないんですよね。わあ、何してきたお前、爆電よ。なんか、今日、会心多いね、君たち。で、次のターン、ちょっとマヒャド引くとちょっときつい。きついなぁ、このターン、マヒャド引きたくないね。まあ、5割なんで。まあ、言っちゃえば、最悪の確率 25% ですよ。ミラゾーママヒャドって引くと 25% を引いたことになります。はい。まあ、ここはちょっと貯めるで、ちょっとね、頓着していただきたいところ。安定卓は、本来の安定卓は、ここでマジックバリアを使えばね、必ずノーダメっていう、状況を作り出せるんですけど、まあ、そんなものは存在しないんで、ないものぐらいしても仕方ないぜ。さあ、大事、食べて、あ、おおおおおおえ、これ、つばぜり勝っても負けるパターンになってないか。ガード、三日神の盾というのも忘れでは。
三日神は盾とは一体。そして私は今メラゾーマ・マヘドという最悪の策を引いて 25% を引いたわけですね。で、三日神の盾が一切合切ガードしないわけですね。どういうことだ。なんでこっちで勝てる。なぜこっちで勝てる。なぜこれで勝てる。まあ、多分さっきも言った通りゾーマ、まあ、というか大魔王全般が、まあ、つばぜりの強さが結構ランダムなんですよね。多分あれはゾーマが最大の強さだったっていうことなんですけど。で、ここからの勝ち筋はですね、本来の勝ち筋を言いますと、まあ、呪文を防御するとかですね。で、今の勝ち筋を説明します。先手でゾーマが5つ稼働してです。先手でゾーマが5つ稼働してくれればワンチャンあります。はい。例のやつ？それ例のやつなんだわ。5つ稼働、先手で打って。先手で、まだ大丈夫なんだよ。まだいいんだよ。はい。ここでゾーマが凍てつカットしてくれればワンチャンある。おっと、相手の攻撃すべてにおいて悪い行動を引いた。もしかして、あれ、もしかして今すべてにおいてダメな行動を引いてる。うわ、 12.5%。 大惨事。 12.5% 引いたか。じゃあしゃあないわ。どんな装備で大丈夫か。一番いいのを頼む。あのね、勇者がダメだ。あのね、勇者っていうのは暗黒すべてに弱いわけですよ。だからさっきのメラゾーマとかの焼却処分されるわけじゃないですか。ならばバトルマスターで不思議なボレルを着て、とりあえずできるだけ被害を抑えましょう。打点は多分さすたかちゃん大喜利値いなくても足りると思うけどな。耐久力が足りるかどうか。まあでも正直勇者でも行動パターンを最悪のこと引かなければ勝ててたわけではあるんですけどね。はい。信頼できるのはバトルマスター。はい。信頼できるのはバトマしか勝たんというわけですよ。でもできれば一旦目に最後キャノンを引けば耐久にはすごい余裕ができるんですけどね。さあ、まずは幸先よく貯めてくれるのはありがたい。ここでコンフェットちゃんと当てね。次頼むぜ。多分さすがに出ると思うけどな。ああ、衝撃処分。さあ、勇者とのダメージ比較ですね、これはもう。ボレロ来て、暗黒に弱いね。勇者が食らってた。バトマだったら300くらい違うな。おー、ナイス！来た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 。そう、待ってた。ようやく来たな。ようやく来たか。おー、ガード。待ってたよ、そのガード。わー、4連撃一発目、ようやく 5? すげえぞ。はやぶさの爪の、ボーカー！強い。700いってんぞ、お前。一人で700出してんの。お前。いやー、すごいね。貯めるからはやっぱやべえな。一人で、はやぶさの爪強えな。いや、多分、まあ、ゾーマが打撃弱点なのもあるけど。うわー、最悪行動ですね。さっきと同じ最悪の行動を今引き続けています。さあ、25% の最悪行動を引き続けました。ダメージ大事。なあ、まあ、全然だ！足りない！これは多分、ちょっと待って、次、いや、まだ。さっきみたいなガードもあるし、ボレローにはね、呪文を防ぐ効果があるかもしれません。で、三日神もありますよ。あ、うるちょっと打点足りるか、大丈夫か。パワースタンプせーの、はい、よいしょ、よく当てたな。よし。でも、なんか、まあ、ここのつばぜりないし、とりあえず、うわつばぜりないし、奇跡の逆転になるって言われてるけどね。いや、ここのつばぜり大事よ。ここ勝てばワンチャン見えるかもしれない。最悪行動を引いてもなお勝てる可能性がある。このモンスターたちが単純に呪文に適性がなさすぎんなぁ。オッケー。ゆっくりめでいい？ちょっとゆっくりめにやりますね。あれ？勝てる？あれ？勝てる？ゆっくりめ、もっとゆっくりでいいの？俺。今さら気づいたんだけどさ、もっとゆっくりめでいい？もしかして連打。あれ？もしかして、ゆっくりめでいい？もっと。もっとゆっくりでいいの？俺の連打。いつもガガガーンってやってる。もっとゆっくりめでいいのでは？今さら、おららららら。
いや足りると思うんだけど、でそもそもこのターン耐えるかどうかも怪しいというか、え頼むよ、え頼むよ、え OK 403出てる、お403出てるでしょ、でコンクリートでいけるいけるいける、で次のターンマヘドか凍結稼働、はいマヘドか凍結稼働です、まだありますよ、まだありますまだありますまだあります、大丈夫です、先手凍結区でまだ大丈夫、マヘドはが、あーええー、大丈夫なのそれね、えいやそうじゃなくって今そうじゃない、今はそうじゃない、あえいや大丈夫、三鏡の盾のガード不思議なブレロありますよ、うん耐えろ、主人公に全てがかかってる、おっしゃ、最悪行動を引いてなおさっきと同じ、全部さっきと同じなのよ、さっきの 12.5 を引いてもなおよくいけたよっしゃ危ねえ、よくいけたな、SP なしそれを言う、いやこれ勇者じゃ耐えなかったわ、多分 HP バトルマスターレベル99のレベルのご利用すればこれよくよくよし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 、じゃあなんで勇者の時にガードしなかったんだよ、あとあと勇者すればさ、あと一つ言っていい、俺つばさり相手もしかしてもっとゆっくりでいいのやったー、長かった、序盤2強が長かった、